いやーめっちゃ緊張したちょっとね、これ配信始まる前に実はね星川の靴町にですね行ってきたんですけど、今日お誕生日ということでめっちゃ緊張したわ。でね、あれもねしなきゃいけないんだよね。チンシリで僕から誘わないといけないんですよ。それがまたねハードルが高い。気楽に行こうよ。気楽に行けないよ。気楽に誘えるわけないだろう。なんかさ、やっぱ考えちゃうよな。その例えばさ、かなかなとかさ、その星川とかさ、一緒にゲームしたことあるじゃない。でもさ、そのすごい気にするのが、そのね、星川とその二次三次エフェクスの二次エフェクス出たじゃん、舞ちゃんと一緒に。でそこで知り合って、じゃあ二次エフェクスのその大会が終わりました。大会が終わった後にさ、なんか誘ったらさ、なんかさ、なんて言うんだろうな、自意識過剰オタクになっちゃわないかなっていう心配がさ、その時絡んだくらいで調子に乗るなよみたいな。知らない人だったらいいよ。知らない人だったらいいと思う。例えばさ、うん、例えばその全くその知らないあれだったらいいんだけど、知らない人とかで誘われて、じゃあまた今度なんか時間あるとき誘いましょう、遊びましょうって誘いますっていうのならわかるんだけどさ、そのさ知ってる人でさ、しかもさ推しなわけじゃん、誘えないよね。難しい世の中だよ。踏み出す勇気ね、結構踏み出したよ。今年中に頑張る。舞ちゃんとも最近遊んでないしな。